納豆製作第6弾ですね。年末作りました。またなくなりましたので、納豆製作中です。どんな感じかな。うわー、できてますね。今度は6キロぐらい作ってます。すごいな。いい感じで発酵が進んでます。はい。まあ1日50時間ぐらいが一番良かったので、もう1日寝せます。発酵させます。ちょっと40度以上、40度、45度を保つために、毛布でくるみますね。はい、納豆作成第6弾です。